カルデアってほんと退屈。サーバント相手に宝具打つのも飽きたし、物壊すとマスターに叱られてうっさいし。そこのお嬢さん、お困りのようだね。私は悪の教授プロフェッサー M、 またの名をアラフィフ白ひげバーテンダーのおじさん。でもパパと呼んでいいのはフランだけだからよろしく。呼ばねえよ、どっか行け。ジジイひどい。何も壊す奪うばかりが悪逆ではない。私が悪の何たるかを基礎から教えてあげよう。月々たったの 309p、 今なら邪悪経典もついてくる。いかがかな。はい、じゃあ授業を始めます。思ってたのと違う。キッペ、おはようございます。なんでマスターたちまでいるわけ。悪に対抗するには悪を知ること。というか悪属性が何で誰なのか分からなすぎて、すぐ特攻宝具やスキルを腐らせるので受講を決めました。バッカじゃない。はいはい、静かに。経典の6ページを開いて、初回の今日は悪属性サーバントが誰なのか一緒に覚えるとしよう。本当にそれやるのかよ。ご存知のようにサーバントは全中庸悪、いずれかの属性を持っている。しかし分類の法則については説明が非常にややこしいので、頑張って覚えてください。この授業本当に意味ある。では我がマスターに問おう。はい。セイバー、アルトリア・ペンドラゴンは全属性、アルトリア・ペンドラゴン・オルタは悪属性。ではランサーのアルトリア・ペンドラゴン・オルタは悪属性。オルタなので悪属性だと思います。残念、全属性でした。嘘。ちなみにサンタさんとアイドルも全属性、オルタは悪という思い込みは捨てるように。わかりました。サンタ、アイドル、何イカれてるの。反人類史って。ではババンシー、このサーバントの属性は全中庸悪どれだ。端末のサーバント早見表を見ても構わないよ。バカにして。見るんだ。あった、ヘンリー・ジキル&ハイド、2つの人格を持ち、クラスも属性も変化する二重存在者。そしてこの姿はジキルの方、全属性ね。舐めるな。素晴らしい。でも残念、ジキル君のふりをするハイド君です。知らねえ。鬼ランドより後で召喚された方に容赦のない意地悪問題、まさに悪。今のは教授が悪いよ。ドンマイ、うるせえ。ピッチペイルノート。ああ、魔女の一撃。教授を医務室送りにしたことにより、バーバンシーさんは悪属性サーバントの中で一目置かれる存在となりました。シルエットは誰でしょう。あのサーバントかな。どうだろう。正解はこちら。わかったかな。次回もお楽しみに。こんなのあんまりだ。